月のフレッシュマンは阿蘇市北黒川にあります株式会社中島牧場にお勤めの男性をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではまずお名前と年齢、そしてお住まいの地域を教えてください。中島拓也です。21歳です。北黒川に住んでます。中島さんはこちらにお勤めになられてもうどれぐらいが経つんですか？今年の4月に農大を卒業して就農しました。家族でやっていらっしゃる牧場ということで、まあ、歴史といいますか古いところではどなたから始まった牧場なんでしょうか？ひいじいちゃんの時代から牛を飼ってると思います。じゃあもう数えると4代目の代になると。そうですね。はい。普段はどんなお仕事をこちらでされているんですか？餌やりや堆肥交換など、あと田んぼの飼料作物生産をしています。先ほど農大にね行かれたということを聞きましたけれども、もうじゃあ高校生のうちから家の仕事をするっていうのは決めてたんですか？そうですね。農大でいろんな畜産の知識を学んで、そのために農大に行って就農しました。この仕事の魅力ってどんなところだと思いますか？収入面だったり、あと生き物相手なんで可愛いと思ったり、そういうところですかね。どんな時にこうやりがいを感じたりしますか？なんか嬉しかったこととか、今までに印象に残っていることって何かありますか？そうですね、やっぱ子牛を出荷した時に高値で取引できた時が嬉しいですね。ではちょっとプライベートなことも伺いたいんですが、まあ、21歳ということでまだ結婚願望とかそこまで強くは？微妙ですね。何歳ぐらいまでにとか考えてますか？そうですね、30歳までには考えてますね。じゃあどんな人がいいですか、タイプというか？優しくて気の利いた女性がタイプです。じゃあその人と、まあ、阿蘇市でデートするならどこに行きたいですか？今の時期だったら雲海とか朝から見に行きたいですね。では最後にお勤め先の PR をカメラに向かってお願いします。安心安全な子牛を生産するために365日24時間体制で頑張っています。以上です。はい、ありがとうございました。今月のフレッシュマンは阿蘇市北黒川にあります株式会社中島牧場にお勤めの中島さんをご紹介しました。では最後にポーズでいいですか？いきます。せーの、フレッシュマン、さよなら。